はい、おまけネルです。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きなら好きと言っていいチャンネルでございますので、知識のあるなしに定義をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。深夜4時、はい、ということで、ハンターハンターがね最新話やりましたので、今日もね、今週も解説考察やっていきたいと思います。みんなでねハンターハンターもめちゃくちゃ楽しくねやっていけるようにねちょっと頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。では行きます。はい、今回ね、大体5つの、パートに分かれてまして、もう情報たっぷりでね、もうやりがいあるっていう感じなんですけれども、まあ、ざっくり最初に言っちゃうと、まず1つ目ね、王立軍がエンリギにあのモレナのね居所を売る。2つ目、ザクロとリンチがヒソカを発見するね。出ましたねヒソカね、ねびっくりしましたね。はい、3、シャー一家射程頭のスドン家が、ヨロズヤを目指す。で4つ目、マフィアとクモの動向、これがはっきりしてきました。そして5つ目、ヒットマンルイーニーとクモの接触。はい、これだけのね19ページの中にねこれだけの情報が入っていましたので、しっかり文字の量も増えてね、来た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 と、ハンターハンター来たぞということでね盛り上がってきましたけどもね、面白くなってきましたね。はい、じゃあもうね解説していきたいと思います。はい、まずね、王立軍がエンリギ、まあ州の若頭ですね、エイのボス、このねモレナの居所を売ると、こいつの居所を、この若頭に売るというね、なんか王立軍のねやつがね3階のところにはなんか色の違うヘルメットのやつがいてね、前回のね解説動画見ていただけるとよりね、いろいろ分かってくると思いますので、もしね見てない方いらしたらそれ見ていただきたいんですけれども、まずね最初のガヤの会話で、仮想の方じゃまだ行方不明は変死体がたくさん出てるんだろう、デマだ、今回のマフィア同士のいざこざで前あった連続殺人鬼はもう逮捕しているって言ってるんですね。はい、まあ嘘ですよね、いざこざで前あった連続殺人鬼っていうのは、こいつねこう三日月のヒットマンね、名前はルイーニーのことですが、こいつまだ捕まってませんからね、まあこの混乱をね収めるために嘘を言っているというね、はい、まあその連続殺人鬼っていうのはこいつのことだよっていうのをねちょっと理解していただければというところですね。で前回のね、戦ったやつがですね、あの斧の手をハンマーみたいに変えてね、俺は武器になりたいだったんだみたいなことをね言ってたやつね、あっけなくやられちゃったやつですね、あいつがいて、でそこにその王立軍のやつが来てね、AE のボスの居所いくら出すっていうことで金払ってくる。でこの後のね話、よろずやを教えてくれるおばあちゃんの話によるとね、まあ仮装を納める下っ端のね王立軍の軍のやつらなんかね、金払えばいくらでも情報を教えてくれるよみたいなことを言ってるので、3階のね、多分その警備している、まあ、軍のやつなんかね、まあそんなもんなんでしょう。でまあそれでこの居所売るよってことで、じゃあ5000万で買うよと、それ情報正しいのかっていうやり取りをした中で、地図にない部屋への生活配線がね行き届いている場所があるんだよと、まあ、それはおかしいよねと、お前らの事務所でもそんなことはないだろうと、つまりこう地図にない部屋なので、まあ、普通の人だったら見つけようがないような場所に生活配線が行ってると、そこを教えてやるよっていうことなので、まあ、これはかなり怪しい、かなり有力なんじゃないかということでね、まあエンリギがそいつに連れてってもらってその部屋を探すだろうという。でここでですね、このね前回話の終わりでミーシャよろしくミーシャ頼むみたいなこと言ってたな、あのミーシャっていう名前が何なのかってね、このミーシャっていうのはもう死んでてね、死後に発動する念ってね、ラビアンローズが周一家の殺しの後処理をしてくれるというね、すごく便利な、ね、能力でございますね。周一家の組員が殺した殺人に関してはミーシャってもう死んじゃったやつのラビアンローズっていうね死後発動する念能力が、後処理をね安全にしてくれるというね、これすごく重要ですね。この勢力争いの中で、まあ、周一家の殺人っていうのはつまりほぼほぼ、まあ、見つからないっていうかね、まあ、結構安全に殺人ができるようになってるというね、このミーシャのおかげで。周一家が殺した殺人は見つかりづらいですよね、証拠とか死体が見つかりづらいから。だから行方不明になってる殺人とかもね、実はもしかしたら周一家の可能性もあるよねぐらいの、まあ、それぐらい便利な、ね、能力ですよね。こういう組のね勢力争いの中ではねすごく重要な能力であるっていうことと、あとこの王立軍がね
A 一家を倒した時に A 一家を殺すと、 A 一家っていうのはね、前回も説明しましたけれども、まあ、パンピー一般人とね、ヤクザのねいざこざは困るということで、まあそういうことをしてると、まあ、軍もね、あと司法局もあのもうさすがに守れなくなっちゃう、かばいきれなくなっちゃうんで、ね、一般人とのね戦いやめてくれみたいなことちらっと言ってるんだけれども、もちろんねそれもね死体さえ見つからなければね、まあ、証拠もないっていうことで、まあ割とね安全に人殺しができるという能力なのかなっていうところですね。まあこれあくまで予想ですけれどもね。続いて2番目、ザクロとリンチがヒソカを発見しました。はい、ヒソカ見つけましたね。ヒソカゴー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 、突然現れましたね。普通にいましたね。隠れてないっていうね。しかももうハートマークとか服からアピってるっていうね。もうでこのね髪の毛下ろした感じでね、皆さん喜んでましたね。でここもねちょっと面白いのが、まあ配信をやりながらね、僕も最初考察とかしてね、毎週ね配信やりますんでね、よかったら見てください。で配信の時にね、このポノレノフ説っていうのが出てきましてね、このポノレノフ説っていうのは、まあ雲の団長と一緒にいるね、あの包帯ぐるぐる巻きのやつの、あの雲のやつですね、あいつが変身する能力があるんだと。教科書36巻演武局のメタモルフォーゼンという技で、条件次第でいろいろ化けられると言ってるね。使う頭がないから団長頼むということで、俺は変装じゃなく変身だって言ってるんですね。変装じゃなく変身ね、変身です。もうなんか姿が変わるっていうね、振りがありますから、ポノレノフっていうやつがもしかしたら密かになってる可能性もある。でそう考えた時にね、面白いのが、このリンチがね殴ろうとしたんだけど、その前にバンってやられちゃってるんで、まだわからないよねっていうところで、まあポノレノフ説もあります。はい。でもっと言うとですね、クロロ説もあると。まあ要はクロロがポノレノフの能力を借りて、この密かに変身してる可能性がある。でこの変身っていうのがね、変装とは違うので、どこまでねどういったものなのかっていうところなんだけれども、クロロ説から検証するとですね、ここで面白いのがザクロとリンチのやりとりですね。ねえ、相談なんだけど、どう見ても密かじゃなさそうな、ひょろがりとかスルーしない？ダメだよそんなのと。相手がどんな能力持ってるかさえ不明なんだから。あ、それ言い出すと身長縮む能力とか持ってたら作戦自体無意味じゃね？って言うと、定石にレアケースで反論わら。まず、密かじゃなさそうなひょろがり。まあ要は、タッパがあるからといってもひょろがりじゃねえだろ、密かっていう話ですね。誰かになりすましてるとしても。つまり、変装だったらひょろがりじゃないよね。それはそう。はい、ひょろがりそうなんですよ。もっと言うと、このポノレノフだってひょろがりですからね。はい。だけども、相手がどんな能力持ってるかも不明だよと。でもそれ言い出したら、身長縮む能力を持ってたら作戦自体無意味じゃね。身長縮む能力、クロロの身長が177センチ、ヒソカの身長が188センチです。10センチ違いますので、もし、まあ、変装とかもしくはタッパを変えられない場合、クロロだっていうことはありえないわけですね、身長の場合。ここで あえてこう言ってて、で身長縮む能力とかそういうのがあったら無意味じゃねっていうわけですよ。そしたら、いやそんなレアケースないよわらみたいなことを言う会話をしてますんで、この会話がどういう振りなのかですよね。わざわざ身長っていう言葉を入れてるっていうのを考えると、もしかしたらミスリードで、クロロがポノレノフの能力で変身をすることで密かになってるという可能性も、まあ、なきにしもあらず。また、ポノレノフがそのまんまなってる可能性もなきにしもあらず。はい、ここはねまだ密かが何も言ってない状態なのでまだわかりません。ただですね、この密かを見つけた場所が問題で、密かを見つけたのは3階です。今、クロロは、3階と4階の連絡通路にいます。ポノレノフとかも。で、そう考えると、なぜ3階にいるのかなんですね。3階にいるってことは、このクロロとかポノレノフの可能性はちょっと低くなりますね。はい、ちょっと低くなります。じゃあ、違うんじゃないのっていう感じですよね。はい。そうすると、じゃあ、やっぱ本人の可能性が高いんじゃないか。はい。3階にいるってなったら、変身したとしても3階に行くことは難しいんで、やっぱ本人なんじゃないと考えます。ただここでね、また、イルミヒソカ説っていうね、結構皆さんが好きなイルミヒソカ説っていうのがありまして、イルミここいるんですよね。で、そうすると、もしイルミがヒソカだった場合、こうなるわけよね。こうなっちゃう可能性がある。けど、まあ、個人的にはなんですけど、あくまで個人的には、ヒソカがわざわざイルミに隠れて変身して、ね、雲あったらその場でね、いつでも殺すよみたいなことを言ってたヒソカが、性格的になんか変な感じして、ちょっと性に合わないなっていう気がするんで、個人的にはイルミに変装してるとか、イルミになってるっていうのは、
ちょっと考えづらいかなっていう気はしてます。はい。そうするとやっぱりじゃあこのひそか本人なのかなと思いますよね。じゃあこれがどうなったかっていうと、ひそかここにいて、ひそかここにいて、でザクロが見つけますと。でザクロは今、俺の事務所に来ないかって言ってるわけですね。俺の事務所に来たら全部説明してやるみたいな、どうなってるか教えてやるみたいなことを言うわけですよ、ザクロが。ってことは今ひそか3階にいて、3階にいたらイルミがいるんで、ひそかが3階に、これ本人でこれイルミが別にいるとしたら、ここでバチる可能性があると。これは面白いですね。3階にはイルミいる、これは面白い。でしかも12神もいますからね。個人的には3階で暴れると楽しそうだなと思います。ただもし4階、週一家事務所まで連れて行った場合、4階に行くと、はい、クロロがいますと。はい。もしこれが密か本物ならば、4階にはクロロがいるのでね。ここも面白いですね。まだね、どれもあり得るんだけど、まあ、ただね、まあ、じゃあなんでクロロとかポノレノフが密かに変身する必要があるのかってなった時に、密かをね、おびき出すなんか作戦としてね、わざわざ密かにあえて変身して何かしてるんじゃないかっていう可能性が、まあ、あるのかなっていうのも考えられるんですけど、まあ今のところ本人の可能性が高いかなっていう感じはします。ただかなり怪しいミスリードを醸し出しているという、まあこういう感じですね。はい。シャー一家射程頭ツドン家かっこ隠れ雲ファンがよろずやを目指すとね、もう情報たっぷり。こいつはですね、雲がですね、ヨークシンシティでオークションをね、もうはちゃめちゃにして全部ね、フクロウの能力使って盗んじゃったりして、なんかヤクザのマフィアのやつらぶち殺しちゃったりして、もうマフィア界がね、もう壊滅しちゃったわけですよね。まあそれに乗じて、この新興国の課金のね、このマフィアたちっていうのは勢力拡大したので、棚からボタ持ち的に勢力拡大して雲には感謝してるんだ、みたいなことを、まあシャー一家のやつらが言ってるわけです。で、それもあってですね、シャー一家の中では、雲に対する隠れファンがいるんだ。雲は結構憧れられてる、憧れの的としてね、いるらしいんですよね。はい。で、その隠れファンっていうのが、射程頭なんですね。射程頭のツドン家でございます。で、このツドン家が、まあ、色紙が欲しいと、ひそかを捕まえて、雲にちょっと色紙をね、サイン書いてもらおうということで、色紙を探してるわけです。で、色紙が欲しい、色紙が欲しいと。で、おばちゃんにね、売店のとこ行ったけど、色紙なんかあるわけねえだろと。ただ、一層にある宅配百貨店、それがよろずやですね。よろずやに頼めば、出航後14日目までだったら注文が可能だよ。14日目で締め切り。よろずやに頼めば、割とどんなものでも来るよ、ということですね。はい。で、さらに、高速艇だったら3日早い。11日目までだったら高速艇で頼むことができる。まあ、高速艇がどれぐらいで来るかわかんないんだけどね。ドローンだったら、ちっちゃいものだったらドローンで運べるんで、ちっちゃいドローンで運べるぐらいのものだったら、14日とちょっと持つかなと。もうちょっと伸びるんじゃないかな。つまり14日プラス数日は、多分受け付けてくれるんじゃないのと言ってるわけですね。で、ここでね、ちょっと配信の時ね、僕またちょっと間違っちゃったんだけど、配信の時に、限界域のところで、までだったら、こう配達してくれるみたいな話なんですよ。限界域のところまで。で、これどういうことかっていうとですね、限界域ね、これちょっと俺がなんで間違えちゃったかっていうと、一般乗客の考えてる暗黒大陸っていうのは、この新大陸のことで、そこに対する限界域っていうのは、実はこの新大陸の手前に、こう作られた限界域っていうのがあるんですね。で、これは実際は違うんですよ。実際は、つまり、ジーンとかね、パリストンとか、まあ、このね、ハンター教官人たちとかが向かう暗黒大陸っていうのは、もっと先にあって、限界海域っていうのはその間にあるんですね。ここにあるのね。だからちょっと俺配信の時間違っちゃったんだけども、はい。っていうのがあるんだけども、一般人の言う限界域っていうのはそれではなくって、この新大陸を暗黒大陸だと思い込んでる人たちが、その間に限界域っていうのがあるという話になってるんですね。で、そこに給油ポイントっていうのがあって、おそらくだけど、だからここに行くまでに出港から3週間かかるよと。21日目に着くわけですよ。3週間かかる。21日目に給油ポイントに着くっていうイベントがおそらくあります。はい、あるでしょう。これは確実に。で、この給油ポイントに多分着くらへんまでに、つまり14日目までに注文してくれれば、おそらくこの限界域らへんに着くまで、ここに着くまでだったら届けてくれるっていう話なんだと思うんですね。はい。で、何を届けてくれるかっていうと、この陸地から物を送ってくれると。これめちゃくちゃ面白いですね。
はい、つまりですね、ブラックホエルゴンね、もう外の世界からね隔離された世界かなと思ったんだけども、実は高速艇は来るわ、ドローンは来るわで、外部から物が運ばれてくるということでね、割とザルだなっていうねことが分かってきました。ただここでおそらくですけど、僕の勝手な今のところねある情報で考えるに、まあよろず屋で頼んだもののみね、注文がいってで陸地から来るっていう流れだと思うんですよね。ただこの流れに沿うならば、もしかしたら、外部から何かが入ってくる、もしくは出ていくことももしかしたら可能かもしれない。まあそこら辺のルールがね難しいんだけれども、まあそういった可能性が出てくる。そうするとね、例えばジンとかパリストンっていうのが今どこにいるかまだわからない。まあ、おそらくブラックホエルゴン外にいる可能性が高いと思うし、でもしかしたら、中にいる可能性もありますね。ありますけれども、外にいたとしてももしかしたらこういった何かでね、連絡を取ったりとか情報を共有したりとかわからないけども、まあ外とね、何かしらのルートが生まれているっていうのがこのよろず屋でわかるので、ここら辺もねちょっと、すごく匂いますね。面白いですよね。ただ問題はですね、今出港から10日目なんです。10日目なので、もし高速艇じゃなきゃ無理だってなった場合はあと1日しかありません。はい、そうじゃなくてもあと4日、まあドローンだったらあと4日プラス数日ね、なので、こいつはですね、今このツドン家はですね、最悪まあ大体あと4日でこの一層にある百貨店色紙を頼まなきゃいけないというわけわかんない、話が始まりました。はい、ということでこいつ、このツドン家も一層を目指します。はい、4、マフィアと蜘蛛の動向、これがはっきりしてきました。これがですね、このこいつがですね、シャア一家の、若頭ですね。シャア一家の若頭、はい、でまず蜘蛛の目的がはっきりしましたね。蜘蛛の目的はヒソカを殺して一層のお宝を盗むと。ただこのお宝っていうのは何かわからないから、まだ不確定要素が高いと。この若頭が副組長にね、教わってるっていうね、あの駒がありましたね。 A 一家はまあ前回も話しましたね。まあこの世界のバランスを壊す、この世界をぶち壊すのが A 一家、モレナたちの狙いですね。シュー一家、シャー一家の、狙いっていうのはこれではっきりしたのが、ヒソカを確保します。ヒソカを確保、なぜなら雲をコントロールしたいんですね。で今雲は周一家が4階をね調べて、ここにヒソカがいないから雲に探していいよっていう状況になりましたって話をしたんですけれども、なんと今回の話で分かったのは、雲はこのやっぱりこのシャー一家のこの5階の事務所のところにいれば、このね1階に通ずるエレベーターを狙っ、一層に通ずるエレベーターを狙って、このヒットマン、ルイーニーが来るんで、ルイーニーは絶対ここを狙ってくるんで、こいつを殺すんだったらここにいればいいと。クモはここで待ってればいいので、ヒソカを殺す前にここにいるわけです。でこれに対して若頭がね、こいつらマジ賢いと、やばいと。なんでそう思うか、今この構想を起こしてるのは誰か、もちろんこいつモレナによって今この構想起きてるんだけれども、実行犯はこいつなんですね。ヒットマンなんです。 A 一家のやつらっていうのは基本的には3階にいるわけですよ。で各階層にいるから構想が基本的には起きないわけですよね、普通は。だけどもこのヒットマンが4階とか5階とかで、ね、いろんなやつらを殺して、組員を殺してるから今全面構想が起きそうになってるわけですね。てかもう起きてんだけど、始まったんだけど、っていうことをクモはもう一瞬で理解して、こいつが火種だ、だからこいつを仕留めるってことに集中していると。つまりヒソカを探す目的があるのにもかかわらず、2頭を追わずこいつを殺すことにクモは集中していると。これはこいつらはただもんじゃないと、これは厄介だ、コントロールなんかできるわけがねえって思うわけです。じゃあどうしようかってなった時に、もう一旦とりあえずヒソカを狙おうと。ヒソカを確保したらどうなるかっていうと、ヒソカを確保さえしちゃえばね、このクモの目的はまずヒソカを殺し、その後に一層に行ってお宝を盗むってことなんですよね。でヒソカさえ確保したらクモっていうのは動けないっていうか、その目的を達成されなければね、勝手に、このヒソカを探しながらこの A 以下のねモレナたちを殺してくれるだろうと。そうやってもう A 一家のやつらとクモがこう消耗戦でね、
殺し合ってなんかどっちかも削れてくれればめでたしめでたしみたいな感じで、この1階に行くような加藤をして、もう要はこの世界のバランスを崩さないようにするのが一番の目的。AE 一家はこの全体のバランスを崩そうとしてるんで、この一家はもう全面抗争なわけですよね。で、全面抗争が起きてるんで、もう A 一家は潰しましょうということで、これは州一家、社一家共通のね、今目的となってます。なので、密かを確保して雲が動かないようにする。そして AE 一家を潰すことで、このね、バランスをなんとか整えようということです。さらに、密かを捕まえた後に、まあ、雲も潰さなきゃいけないんで、この州社一家は、この AE 一家と雲、両方潰すという流れになりました。ただね、まあ普通に考えて雲が、この組にやられると思えないんで、まあこの組解体されていくでしょうね、きっとね。続いて5番目。ヒットマン。こいつがね、雲と接触いたしましたね、最後にね。で、雲を挑発してるわけです、ヒットマンは。なんでかっていうと、これもね、教科書36巻見てもらうとわかるんですけれども、彼はですね、雲と京都コラボして、この世界のバランスを崩そうぜ、この世界破壊しようぜって言ってるわけです。だから雲はクラッシャーなの分かってて、もう凶悪で、そこに痺れる憧れるって、こいつがね、この雲に向かって言ってるんで、もう雲を挑発して、お前おとなしいなと。何組の奴らの言うこと聞いてね、おとなしくしてんだよと。そうじゃないだろってこう、けしかけて、おちょくって、おそらく暴走させたいんですよね。で、事件を起こしてここのバランスを崩す。なぜならこいつは、このね、AE 一家の一味ですから、この世界のバランスを崩そうとしていると。で、しかも、このコラボっていうのはどういうことかっていうと、ヒットマンは、ここのエレベーターじゃない、ここのね、1階直通の道を狙って、1階に行きたいと。で、おそらく組長を殺したいと、こいつをね。こいつを殺そうとしているのでしょうと。でも、クモも、ヒソカを殺した後は、一層に行きたいわけよ。クモも一層を狙ってるわけですよ。つまり一層に行きたいという思いはこいつもこいつも実は一緒であると。だから多分こいつは狙いとしては共闘して、ここのバランスぶっ壊して、まあ自分は上に行きたいっていう、そういう狙いなんじゃないかなっていうのがね、まあ予想がつきます。で、こうなってくるとですね、もういよいよですね、まあ1階に行きたい、さらにこいつもよろずやを狙って1階に行きたいと。で、1階にはよろずやもいるし、王族もいるし、組長もいるし、まあ、ビヨンドもいるしね、クラピカもいるし、ね、クモが一回行ったらクラピカいるしね、もうこいつが行ったらどうなるかはよくわかんないけれども、で、このね、ヒットマンとか上行ったら組長とかもいるし、ね、王族もいるし、もうね、もうみんなが一階の方に実は向かってるんだっていう流れがどん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 できてきましたね。はい。で、あとね、このね、ヒソカですよね。このヒソカが、例えばこれを確保して、こいつが州事務所に行ったとしましょう。で、こいつが州事務所の方に行ったとしても、もしこれが偽物だった場合が超厄介。もしこれが偽物で州一家の事務所に行ったとか、もしくはその後にまたさらに偽物のヒソカが出てくるとか、そうなってきたらね、めちゃくちゃ厄介。そんな頭こんがらがっちゃうんだけど、はい。まあ、まだなきにしもあらずなんでね。まあ、もしかしたらそういうことがあるかもな、みたいな感じですよね。まあ、シンプルにこいつが本人であると助かる。話としてはめちゃくちゃ助かりますよね。これがシンプルにヒソカ本人であって、州事務所に行くと、まあ、3階に来るんで、そうなった時に、まあ、3階と5階のここの連絡通路のところにはクロロたち、とかね、いますから、シズトとかいますからね。ここでこういうバチバチが起きる可能性もある。ヒソカがね、これついていかなくて、おとなしくね、ザクロとかぶっ殺してね、3階に残ったら、まあ、イルミもいるし、AE 事務所もあるし、十二神もいるし、もうここの並びはここでめちゃくちゃ面白いですよね。もうなんか、一層レースみたいになってきてます。誰が最初に一層行くんだろうみたいな、一層レースみたいになってきてるっていうのもちょっと面白いですね。以上でございます。はい。まあ、こんな感じでね、かなり、また今回ね、話たっぷり進んできましてね、富樫先生ありがとうございます。ということでね、また来週すごいこの続き気になるので、もう早くね、ちょっと、
そろそろどっかで爆発してほしいな、バチってほしいなっていう感じがありますけれども、来週はねどうなるんでしょうか。以上でございます。面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。そして、毎週ね日曜日の夜中24時に、ジャンプのね更新とともに、リアルタイムでみんなでね話し合って考察したりしてますから、よかったらね、参加してください。チャンネル登録お願いいたします。さよなら。